どうも山ちゃんです。今回は地球防衛軍6武器稼ぎのおすすめ場所を紹介していきます。で、場所はと言いますと、ミッション108戦術航空作戦、ここをね攻略していきます。で、ここのいいところがね、仲間が強くて、仲間の合流を待ってから一緒に行くだけで簡単に敵が倒せてしまうと。で、インフェルノでも攻略可能なのでおすすめです。では、ここをやっていこう。で、僕はエアレイダーでね、こうガードポストで味方の耐久力を上げながら遠距離武器を持ってってあげるとね、効率が良くなるので、行こう。エイリアンが嫌がるぞ。ドロップしっぱだ。エイリアンが来るぞ。まずはね、グレイプ RA、 これをね呼ぼう。そして後ろからね、こう戦車部隊が来るんですよね。で、この味方を待ってから攻撃します。味方も行ってくれてる、タンク同時と到着に行って。なんでここはね、指示に従ってこう。よし、来たな、グレイブ。こいつにガードポストをつけて防御力を上げてあげて、で、それで攻撃だ。みんなで一斉射撃ですね。ここはインフェルノだとね、このガードポストがねすごいね効果的なんですよ。今難易度ハードだからね、結構ご利用していきちゃうんですけど。エイリアンの狙撃兵を確認。狙撃兵がね、このガンシップが倒してくれるんですよね。なんでこのステージは近接で行くとね、ガンシップの攻撃で食らってしまうの で危険なんで、遠距離武器オンリーで行った方がいいですね。で、今の敵宇宙船のねシップからアイテムを入手できるので、ぜひね壊しましょう。敵と離れていても油断するな。そして右回りで行くと A ポイント、B ポイント、C ポイントと行けるので、この道ですね。この道をまっすぐ、そうすると右手にね仲間がいるので、次の通路かな。で、戦車が来たなーってなったらもう撃っちゃっても大丈夫ですね。やるか。エアレイダーだったらサイレンドコプターのねレベル高いのがあれば一撃でやることもできる。あぶねあぶね。あのビル上のね、あのロケラン部隊が危ないですよ。コンバットフレームが戦闘中だ。援護しろ。コンバットフレーム、ここで合流ですね。攻撃で排除します。攻撃ナイス。攻撃部隊がやってくれる。あ、で、ガードポストが消えてたんで、ここでつけてあげよう。もうとりあえず味方がね強すぎる。ここはでもインフェルノだとね、やっぱりこの強い味方でも一人で突っ込んでいくと簡単にやられちゃうんで、足並み揃えること、それが大事。一体はぶれてるな。ポイント C へ移動しろ。次はポイント C。 ポイント C に行くまでにはぶれてる敵ボケ散らしていこう。ポイント C の広場で、そしてねアイテムを取りながら空爆開始。このバルジレーザーがめっちゃ強いんですよね。連続射撃、リロードの時間が長い分、この上からのね射撃でめちゃくちゃ強い。でね、ご覧の通りアイテムも大量に出るんで、このアイテムを全部取っていこう。まあクリア時間がおよそ10分ぐらいかかるので、それをね目安に。他のね役職、フェンサーとかだったらやっぱガリアキャノン砲だったりとか、ウィングダイバーだったらまた雷神だったり、
まあ全役職ね、狙撃できる武器があるのでそれを使えばいいですね。そして僕エアレイダーの動画ばかり上げてるんですけど、エアレイダー戦ってわけではなくて、ウィングダイバー、フェンサー、エアレイダーっていう順番にねハマってるだけですね。でもフェンサーだと強すぎてあまり解説ができないんですよね。なのでエアレイダーのね動画が多めになってますけど、残りは C ポイントだけですね。よし、でどんどん味方を引き連れていこう。前方の敵やりたいな、連続射撃、同じ箇所に撃ち続けることによってアーマーが剥がれてダメージが食らえさせれると。上空からのあのロケラン危険なんですよね。もう援護してるぜ。あいつちょっと撃っとくか、ミニガン、スタンコプターも撃つか。スタンコプターもね継続ダメージでいいダメージ入るんですよ。サイレントコプターが一瞬でいいダメージがいって、スタンコプターがね本当じわじわとダメージがいってると。バルジレーザー撃とう、邪魔だな。うおー危ねえ、ちょっと余裕こいて真ん中来るとねこういうことがあるんで気をつけましょう。いやーやべえな、やっぱここはちょっと前に出すぎたらビルの間とかに入って一旦味方に任せた方がいいですね。で少しずつねこの顔出しショットで打っていけば。よし上やり、世界中でプライマーに関する研究が行われている。送られてきたデータ、プロフェッサーのこのありがたいお言葉が来るということはもうだいぶ終盤ですね。怪物の遺伝子を調査した結果、部分的に地球の生物と一致することが分かった。つまりあいつむしろどうやって登ったんだよって思います。あのビルの上に、おそらく怪物は遥か未来の地球から来た。ちゃんと戦車の銃口湯気が出てる、リアルだな。意外に作りが細かいっていう。10万年もの時間が必要なはず。仮説に過ぎないが、10万年後の未来には人類文明は存続していない。アイテム大量ですわ。ラスト1体かな。10万年後の未来とかもう関係なくねとか思っちゃうんだよ。おー危ねえ、人類はとっくに滅び去り、ほんとこの空爆ね注意ですね。そしてこの空爆で何回やられたことか。いくつかの種が生き延びた。進化と淘汰を繰り返し、最後にやっぱここインフェルノでもねこうやってクリアできるんで、ほんとめちゃくちゃいいですよ。繁殖力に優れ、そして汚染を浄化する力さえ持っていた。26日からねインフェルノも解放されるんでね。衝撃的だ。プライマーが攻めてこなくとも人類は10万年以内に滅ぶ。ちょっと会話が会話があるから。26日以降ねまたインフェルノの動画もね上げていくので、よかったら見てください。第2波が接近、これで終わりですね。なかなかいい稼ぎポイントです。皆さんも良ければ使ってみてはどうでしょうか。以上です。ご視聴ありがとうございました。良ければいいねとチャンネル登録もお願いします。ではまた次回次の動画やライブで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。